ここから始めよう。世界がつながるように今すぐ始めよう。明日へつながるメロディ、二人風に吹かれて気ままな旅、たまに星を見上げて歩いてゆく。花坂兄さんのありがとうございます。何事でもないということで、第17回ですね。よく分かってますね。あ、本当だ、本当だ。出てますね。はい、さて、まあ、あのバーボンですね、でですね、ハーパーというのが、はいはいはい、ありますけど、はいはい、ハーパーソーダで割った時には、はい、それをハーパーソーダと、はい、言いますけども、それを略してパーソーという、はい、そうですね、そうですね、はい、一昨日ですね、一昨日、はい、久々に僕ら二人で飲みに行きました、ね、そうですね、はい、次の日午前中からですね、はい、花坂兄さんリハやってたんですけど、ね、リハーサルですね、こちらの相方はですね、しきりに、はい、パーソーがなまだ残ってんなですね、しきりにブツブツ言っておりますけども、今日も元気にウコンの力、向井誠一郎とユキアフィーロ2人合わせて花坂兄さんです。いや最近残るようになっちゃってなんかパーソーがね、だから向井さんが言ってくれた時に僕やめとけばよかったんですよ。いや一杯だろ、だけどあれ、そうそうそう、その一杯がね、その一杯がね、いや違うよ、お前あの帰ってきてからなんかないですかっつってワイン出したのがさ、あれがワインだあれがじゃあパーソーじゃなくてワインだった。俺はバカ、お前、俺はもう朝早いんだから寝るよっつってんのに言ってました、ね、いや俺一人で飲んでるからいいっすよってそうか、あれが多かった、やっぱりあれが多かったんだ。朝はいつまでも起きねえしな、はい、本当にお前もう20分だったら出るよっつってんのに、うん、結構ね10分ぐらいで、まあなんかシャワー浴びていいっすかとか10分ぐらいに言うから、向井さんちのシャワー初めて浴びました僕そうすか、いいですね、なんか、ね、そうすか、あの感じがなんか、ね、ありがとうございます。今日はどんな回ですか。今日はですね、はい、まあライブ回ですね、はい、生ライブ、生ライブします、いきますので、結構歌いますからね、ギター忘れずにね、はい、持ってきてますね、今日は、いきましょう、最後までお付き合いください。